すごいしじみを手に入れました。めちゃめちゃでかいですよ。しじみラーメンを作ってみようと思います。どんな出汁が出るのか。いい感じですね。はい、おはようございます。太郎です。本日はですね、すごいしじみを手に入れました。めちゃめちゃでかいですよ。復興しじみとは言われている宮城県三陸のねしじみでございます。こちらのしじみがすごかったので、今日はねこのしじみを使ってしじみラーメンを作ってみようと思います。あのね、この出汁を取るのがメインですので、ぜひねどんな出汁が出るのかちょっとね期待してますので、ぜひね動画の方最後までご覧ください。はい、今日はねあの出汁が取るのがメインですので、ねトッピングは全部も用意してあります。チャーシューと海苔、ラーメン用の海苔ですね。かいわれ、メンマ、ネギ、麺、これね小麦の麺です。麺とこちらがですねラードです。ラードを魚で香り付けをしたラードです。あとこれがですね、返しです。でこの返しは僕はねラーメンプロではないので、でラーメン大膳というね、今プレミアムがついて売っているラーメン専門のね本があるんですけど、その本の塩だれのレシピで、レシピの方は概要欄に貼り付けてあります。ラーメン大膳の塩だれ、万能塩だれというのを使ってます。とラードと、なんでまあスーパーでね顔取れば揃うような材料じゃないでしょうか。ということでラーメンを作っていきたいと思います。はい、今日はねこの特大サイズのしじみなんですが、ここにね1キロあります。以前しじみのね美味しい出汁の取り方という動画で、一回、ね、冷凍をした方がしじみは美味しいというのをね検証しましたので、今日はねこのしじみ出汁を出すために一回冷凍をして出汁を取ってラーメンにしてみたいと思います。それではね早速このしじみを冷凍してまいります。はい、しじみはですね一回冷凍する前に周りにね汚れが結構ついてますんで、殻同士をこすり合わせて水洗いしていきます。はい、一回洗いましたら水を切ってジップロックに入れてね冷凍していきたいと思います。はい、ということでしじみはね冷凍して、1日置いてあります。24時間冷凍したしじみを使って出汁を取っていくんですけど、まずね出汁は冷凍のする前に洗ってありますんで、このまま水から入れちゃいます。水からしじみ、もう水としじみだけです。しじみを入れてこの状態でね火にかけていきます。はい、それではねこれ沸騰して、今ね沸騰したところです。ちょっとねアクが出ますんで、アクはちょっときれいに取り除きましょう。はい、この状態でねあと5分ほど、もうさっと15分ぐらいで出汁を出します。それでは、こっちでね麺をね茹でていきたいと思います。はい、それでは返しと油をね入れました。返しと油入れて今からラーメン作っていこうと思います。まずはね麺を2分茹でます。はい、できました。特製しじみラーメンの完成。はい、ということでできましたラーメン。めちゃくちゃうまそうですね。しじみの感じがたまんないよこれ。まずしじみのスープからのラーメンから、いただきます。いい感じですね。いただきます。うまい。めちゃくちゃなんかこうな買い出しラーメン。ああうまい。すごくあっさりしてて、これね無加糖ですから調味料系は一切入ってないです。いただきます。麺いってみましょう。いやーすげえ。いただきます。いやーおいしい。しじみの出汁がすごいです。しじみのね身の方もこれ食べてみましょう。冷凍したのでやっぱり身はだいぶちっちゃくなりましたよね。この分ね出汁が出たんじゃないでしょうか。でもそんなに似てないんで、まだ貝のシャキシャキ感というか貝の弾力が残ってますね。うん、これはやばいわ。ちょっとしばらく黙って食べようか。うまいんで。
はい、ということでね、ぜひね、塩だれを作っていただいて、塩だれの紹介みたいになっちゃいますね。でもこれ、すじみでこれだけうまいじゃないですか。うまいですよ。うまいんで、変な話、魚のアラとかエビとか使っても、なんと自宅でうまい魚介だしラーメンできると思うんですよね。ということで、ぜひね、試してみてください。最高にうまいですよ。豚丼でした。いらっしゃい。